しましん。今日も暑い一日となり、水のレジャー真っ盛りのはずですが、強く照りつける太陽で海水浴にはもってこいの天気ですが、こちらの海水浴場ではこの暑さと平日が重なった影響か、やや人は少なめに見えます。松江市三保関町の北浦海水浴場では、県内外から海水浴を楽しむ人たちが訪れていました。今日の松江市の最高気温は 36.7 度。うだるような暑さとあって、海水浴客は水分補給に余念がありません。もう暑いですね。こまめに水分補給をさせて、熱中症に気をつけたいです。こうした中、ビーチでは海に入ることなく家族を見守る人も。毎年入ってますけど、今年は入ってないですね。着替えるまでが暑くて諦めました。またビーチに隣接している有料駐車場では、例年平日でも満車近くになるものの、今日の午前中は12台分のスペースのうち利用されたのはわずか3台でした。平日は全くダメですね。やっぱり暑さですかね。せめて30度前半ぐらいになれば、もうちょっとやっぱり来られるんじゃないかと思いますけどね。松江観光協会によりますと、今年は猛暑が続き、外出を控える人が増えたことに加え、もう一つ理由が。松江市では去年まで北浦海水浴場以外はコロナや人手不足の影響で閉鎖していたため、唯一開設していた北浦海水浴場に海水浴客が集中。しかし今年は周辺3つの海水浴場が4年ぶりに開設されたため、分散しているといいます。コロナ禍が落ち着きを見せ、海水浴場も混雑せずに楽しめる夏となっています。良かったです。めちゃくちゃ良かったです。人が少ないのがいいですね。泳ぎ放題。今日の山陰地方は鳥取で 38.6 度、鳥取市青谷で 36.1 度、出雲で 36.4 度と今年一番の暑さ。また益田市高津で 36.3 度と観測史上一番の暑さとなっています。しばらく続くこの暑さ、海水浴にも影響を与えています。